いやね、あのー、ちょっとね、あのツイッターでも、あのー、お伝えさせていただいたんですけどもね、えーはい、マジンの食卓、ちょっとね、あのー、いろいろ水面下で、えー、作業をして、ですねやっとですね、えー、情報公開、えー、できる形になりました。まだね、えー、実は中身はですね、これからいろいろちょっとまた、えー、やっていく形になっていくんですけど、とりあえず無事に報告できて。 良かったなと思いました。本当にありがとうございます。あのー、いろいろですねあー、なんか今ちょうど、あーまあ、これからね、あのー、多分 Amazon とかの本のランキングとかどうなっていくのかなっていう、あのー、形で今、推移をね、あのー、出版社の方が見て、あのー、いろいろアウトプットしていけるらしいんですけど、いろいろですね、まあ、ちょっといろんなこう、何にね、こうちょっと、あのー、これ大人の事情で言えないんだけど、 いろいろですね、ちょっとこう予約していただけると、ちょっとなんかいろいろ言えないんだけど、ちょっとなんか大人の事情なんだけど、なんかいろいろあるかもしれないんで、ちょっとぜひご興味あったら、あのぜひですね、手に取っていただけたらと思います。はい。言えねえんだよ、本当にね。あのね、こういう状況になったらこういう形になるとかね、こういう状況になったらああいうことになるみたいなことがね、やっぱちょっと言えなくてね、うん、申し訳なくて。はい。 一つ自分の夢だったんでね。まあ、それが達成できてよかったです。はい。あのー、ね。えー、どんな風になるかわかんないですけど、まあ、ね。まあ、一つまず、えー、よかった。<laughs> みたいな感じです。<laughs> いやいや、まあ、ヌード。うん。ヌードか。18禁になっちゃうな、そしたらな。うー、ん、まあ、確かにな。あの、魔人の女体、あの、団体森、うん、男森 あ、なんだこれワカメなのか、ひじきなのか、まっちゃんのおちんちんの毛なのか、どっちかわかんねえやそんなようなページが、あるわけないだろうって、うん。あるわけねえだろうが。なあ。なんだこれワカメと、あれだなんて、あの、お子さんの,あのチーズが入ってる子供用のウインナーなのか、まっちゃんのちんちんなのか、どっちかわかんねえやって。あるわけないだろう。おい、電子化されてないのかいや、あの、される、と、思いますよ。あの、俺が一応情報あるのは、キンドル Kindle では多分ちょっと厳しいんだけど、なんか電子化、確かあったと思うんすけどね。うん。あったと思います。はい。いろいろちょっと、えー、すいません。これ以上ちょっと言えずに申し訳ないです。はい。止められてます。ほんと。ねふとんちゃんはペラッペラッペラッペラって止められてます。すいません。もう大人の事情です。言えません。ふとんちゃん、俺に毎日味噌汁作ってくれ。あのさ、やっぱね、すごくね、この3日間楽しかったのがさ、 あのー、出版社とかカメラの人とかさあのその人たちがさみんな毎日さ俺の料理を食べてくれて俺あこれがなんかそのなんだろうご縁組みたいな気持ちだったこれが無償の愛みたいなご飯を作って食べておいしいってさ言ってくれる時ってもうねエネルギーがすごい感じる何物にも代えがたい エネルギー源ほんと久々にあんな人にごちそうしてさ90品で1500円が安いんであそうなんだ俺ちょっとその辺も分かんなくてさ1400何ぼってのがさなんか一般的にはなんか高そうに感じたりもするんだけどもうそこはもう全部お任せしようと思ってうんいや90ページじゃないっていうか違うだろうち違くね だって俺90品も作ってねえぞ90ページだろ今思ったわ俺90品も作ってないもんだってうん90ページでしょ多分撮影何日ぐらいかかったのあの3日間なんだけどいろいろちょっと間にああだこうだ調整したいとか考えたらまあでも俺配信してたんだぜでも俺黙って <laughs> そこは俺褒めてあげたいなんかこう今日さ昼になんちゃらしててさとかじゃなくてそう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  そうだそうだ。でも俺はやるだわ。配信してたわ。鑑賞用作るときに見るよ。ぶっかけよう。予備利用だぞ。<laughs> ありがとうございます。もう、あの、正直、あの、僕からして、僕からしたら、あの、ぶっかけてください。もう、はい。あの、それは構いません。全然。僕としたら、はい。全然あり、あ全然いいです。それは。ありがとうございます。こ今日の正午で、 もしかしたら、アマゾンランキング反映されるかもしれませんって言ってさ、ちょっとソワソワしてんだけど。じゃどういうさ、形になるのかなって,って。いや、100位まであるからさ、100位まではさすがに、あれでしょう。と、どうなんだろうな。と、どこにある本。<laughs> えぇーえぇマジいや、これちょっと、マジか嘘 阿部さんじゃねえか隣よ。隣よマジかよ。<laughs> 嘘。<laughs> マジか。なんでこれこれ？コラコラじゃないよね？え、嘘兄弟をだって発表したの？まじで。これトラップじゃねえよな。いやえ、本当にちょクリックするよ。 申し訳ありませんが、エラーが発生しました。なぜえ、エラーが発生して、見れねえ。ええー。マジか。いやー、え、ちょっと、ほ、ほんとすか。いや、この服じゃねえかよ。あれ、また服着るもんがねえで。感謝のあれするわ、ちょっと。ま、マジか。ほ、ほんとにえ、ありがとう。ありがとう。いや、マジだ。 マジう嬉しい,わ、えー、うわ嬉しいなんかさ確かあれだよなベストセラーとかになるやつじゃないのこれって違うっけ ?1 位1回やるとなんか1位なんちゃらみたいななるよねこれねえマ、ま、マジでいや俺ちょっとこれは想像想像スマホだと普通に見えるちょっとスマホで見るわちょちょちょツイートしてくれ いやあれ俺もう感謝だな。本当にさ、なんかいろいろさ、視聴者と喧嘩ばっかりしててさ、なんか本当あのー、ね、あのいろんな人たちがいる中で、ありがとうな。本当になんか、こうやってなんか、細々とさ、なんか YouTube やったり、オープンレックやったりしてさ、なんか、嬉しいよ。うん。この上に、この上ないよ。ありがとう。本当ちょ、マジか。 阿部さんひ日向坂十六、愛子発達障害グレーゾーンの子が軍すげえすまあなんか言ってたんだよまあこの感じだったらなんかきっとこの辺でしょうねって言ってたんだよこの辺ぐらいじゃないですかってこの。 君のことが大好きぐらいの、すげえよ。うありがとう。待って、泣きそうだわ、マジで。本当にありがとうな、なんか。いや、なんか、悪いな、ほんと。うん。マジか。そんなことって、なんか、なぁ、ほに、すまん、すまんわ。マジか。あれ,あれです。もう、ちょっとあ、あれだわ、ちょっと、悪い。 舌入れさせてもらっていいかちょっとありがとうほ、うんに、ま、マジあれだわ本当にありがとううん、うん、このぐらいしかお返しができなくてありがとううん